どうも、プガバリです。今回は、スニーカーズ LD ワッフルが発売します。はい。今ね、8時59分です。それでは挑戦します。お、エントリーするってなってる。来てる。来てます。はい、ということで、9時からね、9時10分の間に、このね、青い方の、堺の方がエントリー受付だったんですけど、エントリーしました。はい。まあ、いつ返事来るかわかんないですけど、まあ、9時半にね、今度は、この緑のやつのエントリー受付があります。で、これも、まあ、多分10分ぐらいの間にエントリーしてください風味なんじゃないかなだと思うんで、そんな感じで、まあ、結果を待ちながら、エントリーしてみたいと思います。ということで、青い方の LD ワッフルは残念ながら落選いたしまして、はい、ということで、お、堺の始まりましたよ。9時半始まりました。抽選がこれも10分の間に抽選するやつです。刻々と時間が迫っております。こちらもエントリーしたいと思います。どう？オッケー、エントリー済みです。まあ長くても10分ぐらいかな、プラス10分ぐらいです、長くても。なので20分後ぐらいにはもう結果は出ている風味なんじゃないかな。よっしゃ、あとは祈るのみです。うわ、なんすかね、このドキドキ感。ありますよね、こんなのね。超ドキドキするんですけどーって感じですね。4、3、2、1、終了でーす。このドキドキ感が、スニーカーヘッズたちを狂わせます。ということで、結果を待ちたいと思います。どうー。うわー。堺ダメだったっすわ。まあ、俺緑の方欲しかったんにな。ということでね、はい、今回は、LD ワッフルの堺、まあ大体ね、もう鬼のようにプレってるんで、まあ買えないだろうな感あったけど、でもお祭りに参加したいんだよ感というか、もうやっぱりね、なんだ、挑戦してこう負けるというか、買えないのは仕方ないです。本当やれるだけのことはやった風味なんじゃないかなー感あるんで、やることが、挑戦することが大事だと思う風味なんで、僕は、これが結果なので仕方ないです。まあ、前向きに考えれば縁がなかったっていうことなんで、それはそれでいい風味なんじゃないかなー感ということで、今回はどちらも落選でございました。はい。ということで、今回 LD ワッフルスニーカーズに挑戦してみたでした。以上です。どうー。チャンネル登録よろしくお願いします。そして、今回の動画がマジ鬼ドープだったんじゃないかなー感だったら、ぜひ、グッドボタンお願いします。以上です。どうー。